道館にて勝利したのもつかの間、劉備は益州に蜀の地を得てしまった。天下は我が殿と劉備、そして孫権の三つどもえの形となったのでござる。そして今孫権が我らの領土合肥に大軍を進めてきた。これに対する我らの守りは手薄、苦戦は必死でござろう。されど拙者には研鑽を重ねた部がござる。この苦境を打ち破り、葬儀を勝利に導かん。いざ助行名参る。助行よ、漢中での戦ぶり実に見事であった。腕鳴らした漢中の猛者も震えておったな。その分これより孫吾にも見せつけてやれ。孫吾め、合肥の守りが手薄と知って大軍で押し切るつもりか。わしも軍を率いて急行する。それまで必死で持ちこたえよ。合肥には拠点が点在するはず。それを活用し敵陣にくさびを打ち込むように軍を進めるのだ。徐行、その衰たる具で活路を切り開け。各軍、中立拠点を占拠、敵の進軍に備えよ。報告、敵軍中立拠点に向け進軍中。と会えたわ。敵将討ち取ったり。今度は負けねえからな。敵将討ち取ったり。黙って通すと思うなよ。すげえな。敗戦から敵将討ち取ったり。敵軍を分断するため奇襲攻撃に移る。今だ、一気加勢に攻め立てよう。補給拠点とて甘く見るな。行くぞ。このままでは。素晴らしいですね。
負けねえからな。敵将撃ち取ったり、覚悟。勝つ日もあれば負けよ。敵将撃ち取ったり。いざ参る。孫悟の命運、この長文への人なぎが立つ。不平か。我慢して銃を立て直すのだ。援軍はまだ来ぬのか。我が軍の強さ、刻みつけよう。覚悟。今度は負けねえからな。敵将撃ち取ったり。鮮やかなお手並み。お待たせいたした。これ以上の暴挙は許さん。無駄死にはせん。さらば。敵将撃ち取ったり。ああ、おい、あんな船あったか。野郎ども、じらして悪かったな。さあ暴れるぜ。ひとっ走りして喧嘩を打ってくるから。負の罪を見よ。敵は強い。軽々しく当たるなよ。我らが健康な守り、とくと見るがよい。
お前にこの俺が止められるかよ。派手にやってくれたな。本気になりゃおめえなんざひとひねりだ。次は負けない。敵将打ち取ったり。の水を見よ。この戦これでしまいとする。逃げるが勝ちってな。あばよ、敵将討ち取ったり。機は熟した。全軍覚悟、追求を開始せよ。出そうですぜ。返り討ちにしてやる。ならねば今は引く。
敵将討ち取ったれ。少ない兵で大敵に勝つ、これぞ兵法の妙を見よ。孫は勝てる戦を落として承知しているはず。当分の間は動けんであろうな。さて気になるのは劉備だが、まあ今は捨ておくほかあるまい。まずはこの戦での損害を早急に回復せねばな。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際二国に及び、晩年傑物と称される人物のようじゃな。